春のマイル王決定戦安田記念、真っ先に駆け抜けるのはどの馬でやりましょうか。安田記念14頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは4番空手が先手を取ります。トーラスケミニが上がってまいりました。それからダノンプレミアム、内から1頭リベオン、その外からは7番ラウダシオン、12番ケイデンスコール、そのうちにダノンキングリー、インディチャンプがその後ろ内を通りまして、1番サリオス、まもなく第3コーナーに差し掛かります。これが注目の馬、グランアレグリア。鞍上はヌメール、ダイワケグニーがそのうちにいます。それからもう1頭13番シュネルマイスター、ちょっと離れて14番カテドラルであります。さあ東京競馬場は大歓声であります。緑の帽子トーラスケミニが先頭、外から懸命にダノンプレミアム、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。懸命に手を動かして岩田とゲイデンスコール、先頭トサキとトーラスケミニ、グランアレグリアも追い込んできた。3番手にラウダシオン、先頭トーラスケミニ、しかし差はそれほどでもない。インディチャンプ先頭に立った。すさまじい叩き合い、一騎打ちだ、果たし合いだ。捉えるかグランアレグリア、内からグランアレグリア、逃げ切れるかインディチャンプ、内か外か。サインはもう渾身の打ちさばき、並んだところがゴール。この馬は勢いがありますね。1着5番、2着8番、3着1番以上のように確定しました。